はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、前に私ルームツアーの動画あげたじゃないですか。でそこで私の寝室がもう半物置状態になっていると、ニットのね、新入りちゃんが増えて増えて、やっぱニットってかさばるので、どうしてもタンスの中に入れたりとかができなくて、ずーっとね外にこうだんだんと重ねて置いてあるんですよ。でベッドの奥のスペースがちょっといろいろ置いてありまして、そこがちょっとね、なんかどうにかうまく収納みたいな感じで作らないかなと思ったんですよ。でもベッドが前に置いてあるから、なんかこう引き出しとかで収納するのができなくて、でどうしようかなと思ってたんですよ。その時にたまたまピンタレストでなんかちょっと見てたんですよ。そしたらある画像を見つけまして、それがですねこちらなんですけれども、これわかります？デニムのこのベルトループとかあるじゃないですか。あそこを S 字フックに引っ掛けて、こうラックにかけていくみたいな、なんかそういう収納方法を見つけて、えっこれいいやんと思って。私今デニムタンスの中に入れてて、デニムだけでも多分3段ぐらい使っているので、デニムたちをその収納の方法に変えればニット入るんじゃないと思って、でしかも引き出しとかじゃないのでベッドの奥にも入れれるかもと思って、もうねアマゾンでね速攻頼みました、この画像を見つけた時に。でそれがじゃん、届いたんですよ。いろいろねサイズ測って調べて、こちらのねハンガーラックと S 字フックを購入いたしました。もうアマゾンさんは早すぎる、配達が。頼んでその当日に発送完了しましたって来て、配達もその翌日、頼んで翌日に届けてくれました。めちゃくちゃ早い、びっくり。ということで今日はですね、収納を一緒に、みんなと一緒に作っていこうと思います。すごい楽しみなんです、私これ。とりあえずじゃあちょっと今の現段階の状況をもう一回見てもらえますか。あ、レッツゴーしてなかった。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで現段階今こんな感じになっております。ちょっとねあれなんですけど、本当にぐちゃぐちゃだな。こっちに、まあ、ニットとかいろんなものちょっと入りきらないものをこうやって重ねておりまして、でこの下がどうなってるかっていうとね、これテーブルなんですけど、テーブルが置いてあるんですけど、その下が布団カバーとかをねちょっとこんな感じで入れてるんですよ。このボックスみたいなのに入れてて、それをこう立てかけてその上に重ねてるって感じなんですよね。そうだからこれはまあどっかにどけることになるんですけど、ここのスペースにねデニムをブワーってかけられたら良くないですかと思って、ここをちょっと改造していきたいなって思っております。はい、ということでじゃあこちらのハンガーラックを組み立てていきましょう。組み立てはね、私結構得意分野なんですよ、こう見えて。私はちなみにさっきのスペースの横幅がだいたい測ったら155とかかなっていう感じだったんですけど、これが154cmかなの幅になってます。今回まあどのぐらいかけることになるかわかんないんですけど、多分パンパンにはならないような気がするので、まあ、またどんどんね増えていくと思うしと思って、結構ギリギリのサイズのものを買いました。こちらですね、こんな感じで。じゃあこれをやっていきましょう。ではまずは1番、これを出して、2番はどこですか？今回はね、シルバーのタイプにしました。他は一応ホワイトとブラックがあったかな。まあ、シルバーでいいかと思って、こう、つなげていくみたいな。まあ、すごい楽しみ。そしたらば、いた！みんなどうやってしまってるんだろう、デニムとか。デニムって結構、かさばりますよね、意外と。なんかやっぱ硬いから、なんか畳んだとしても、すごい大きくなりません？セーターもそうだけど、畳んでも分厚いっていう。てか今裏唇が切れてて痛いんですよね、ここのところがすごい痛い。この唇の傷はふと笑った時にピキってなって、おいったってなって切れたやつ。早っ、もう終わるかも。
あー見せてるー。ストッパー付きなのを反対側だけにつけちゃったこっち2つともストッパー付きにしちゃった。1個あっちにやんなきゃ。あーマイガー、やり直しまーす。私この前もなんかあったんだよな、こういうの。何だったかな、なんか一生遠回りするっていうのがあった。なんだっけ、あれだ、なんか最近無印で絵を飾る透明の板みたいなのあるじゃないですか。パチッて板と板を透明な板重ねて、その中に絵入れてみたいな、でこうネジとかで回すみたいなやつ、あれをやったんですけど一生ミスってました。だからそれも同じ感じで、下に立てる棒みたいなのをつけるので、上2個は普通に棒も何もついてない、ただのネジをつける感じだったんですけど、それもまた同じ感じで横に置きたかったので、下にこう棒付きのやつをつけなきゃいけないところ、ここぞここを先に止めちゃってみたいな、で縦向きになっちゃったみたいな感じになって、でうわーと思って、で前直そうと思ってやってるじゃないですか。でネジやって棒もついてるやつどっちもよく終わった時に、そこでやっと私ネジだけの方の後ろと前、表に見える方と裏に見える方をつけ間違えてて、そうだからそこをまた、あまたかよって言いながらつけ直しました。だから2回やり直したのか、それは一生遠回りしてましたね。こういうところあるんだよな、なんかちゃんとやってそうで実はちゃんとやってないっていう不注意というか、まあ、何事もそうかも、結構雰囲気でやっちゃうところあるからできるでしょみたいな、私だったらできるでしょっていうところ過信が強くて、一回こう容量をつかめばできるって思って出来前して、結局あれここ違うやんみたいなことが多い、いいんだか悪いんだかっていう感じですが、よし OK かな。いやもうですよ、もう言うてる間に出来上がる。あできたー、できたできたできた、完成した。でここで高さが調節できるというわけですね。イエイイエイ。じゃあこれを早速向こうに持っていきましょうか。よしできたできた、簡単だった。はい、じゃあまず一回こちらの方たちをね、どかさなきゃいけないですよね。ここから始めないと。よし、じゃあすっきりしました。こんな感じで今スペースが空きました。久しぶりにここ見た、この床見たはい、じゃあここをちょっと掃除機で掃除しよう。一旦掃除機かけます。わっ、動かない、重たくて、これ動かしたいんだけど重たくて動かない。大型だからね、こういうところちゃんとやんないと大ごとになる。大丈夫かな、壊れそう。なんかうわ、埃がすごいな。よし、じゃあいよいよ持ってきます。入るかな、いけ、あいけるいける、出ました。完璧なのでは、どうだ、入りました。とりあえずでここにデニムをかけていくということでございますよ。え、やばい、超楽しみになってきた。じゃあこちらの S 字フックを開封していきます。 S 字フックかからなかったらどうします？S 字フックかからなかったらどうする？みんなさすがに、いや、ちょっと待って、怖くなってきた急に。こういうのをやりがちですからね。しかも60本ぐらい買った。え、入るよね、これなんですけど、入るよね、お願いお願い。え、ちょっと待って、怖い、待って、終わったかもしれない。え、待って、嘘でしょ、嘘、え、
最悪なんだけど。え？マジ？え？マジ？いきますね。嘘でしょ？え？そんなことある？こんな、そんなことある？これ広げても無理なのかな？もう、あ、広げたらいける。広げたらいけました。どんだけ怪力なんだよって話。いやでももうこれはもう広げるしかない。私の選択肢はだって60個も買っちゃったんだもん。何やってんの本当に。とりあえず広げていこう。よし、壊さない程度に。でもむずくないですか、このこれを計算するの。ちょっと難しかった、私には。え、でも絶対良くないですか、ここにデニムバーってかけたら。いいいいいい、これいいですよマジで。可愛い絶対。なんか逆に、え、ちょっともうちょっとお店っぽくしたいと思ってデニム余計に買ってしまうかもしれないですけど、それを加味してもういいならやってみてください皆さん。まだ完成してないけど。え、でも絶対可愛い気がする。ただ S 字フックの大きさ、太さだけは気をつけてくださいね。私みたいにならないように。なんかね、違うんですよ。なんかちょっと可愛くしたいなと思って、ちょっと変えちゃったんですよ。ちょっとおしゃれかなみたいな感じのやつにしちゃったの。これが、先般。あ、でも想像かけてみます。かけてみよう、デニム。うわ、楽しみ。じゃあこれいきますか。かけ方はなんかね、2パターンぐらいあって、2パターンっていうかどっちでも多分できる感じなんですけど、お尻を外側にして畳んで、この中央のとこに1個だけこうやって引っ掛けるか、逆に前を外側にして、そうすると多分ここに2つ来るんですよね。まあデニムによっては来ないやつもあるかもだけど、2つあるから、ここに掛けるかみたいな感じなんですよね。どっちがいいんだろう。まあなんかお尻が外側の方がスッキリはするけど、でも2つの方が強度というか負担はかからないのかな。どうしようかな。でもなんかこっちが垂れてきそうですよね。こっちの方がいいか。まあ一旦こっちでやっていこう。え、待って、運命の瞬間いきます。じゃーん。はい、かわいい。もうかわいい。ちょっともうちょい高さあった方がいいな。ですか、こうやってやったら、あ、どうデニムだみたいな。え、待って待って、かわいいよ。かわいすぎるんだが、とりあえず全部かけてみて、あとでちょっと色の濃さとかでグラデーションとかになるようにやっていこうかな。え、もうかわいいんですけど、ちょっと見てください。え、見てください、かわいすぎません？すでに噛んでたからシワシワだけど、やば、かわいい。これはかわいすぎる。え、これマジでみんなやったほうがいい。デニム好きな人とか絶対やってほしい。絶対やったほうがいい、デニム好きな人。ただやっぱり一個懸念としては、このコレクションとしてかわいすぎるので、より集めちゃうと思う。デニムはより増えていくと思う。そこだけ、それでもいいよっていう方はぜひやってほしいかな。え、マジで可愛い。お店みたい。どうしよう。やばい、もうなんか幸せなんですけど、ちょっと目に映る光景が幸せすぎて。やばいよみんな。だって私これ届いてマジすぐ撮りましたもん。秒で撮った。昨日このセットを注文して、明日届きますってなって、外とかも最高と思って、作るために YouTube 撮るぞって思って、朝から準備してメイクして待ってたんですよ。で、先にラックが届いて、で、早く組み立てたいとか思ったんですけど、まだ SG フック着てなかったから、作るかな作るかなと思って、もうずーっと配達状況確認して待ってて、で、夕方の4時ぐらいかなやっとピンポンって来て、わっ来たと思って速攻 YouTube 回しました。やばい、超嬉しいんですけど、どうしよう。え、かわいい。
ちなみにこのラックはね80キロまで耐えれるって書いてありました。だから多分全然余裕だと思う。でもほんとよかった、これが伸びるやつで。いい意味でチャッチくてよかった。もうガッチガチなやつとかもあると思うんですけど、じゃなくてよかった。結構簡単に広げられる。かわいい。あ、やばい、重た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 。プロジェクターがあるからあんまり上げすぎると大変なんだよな。これぐらいかな。今タンスの1段目が終わりました。こう見るとすごい量だな。こう見ると私めっちゃ持ってるな。デニムまだあるからな。これ後ろの真ん中にパッチがついてるからちょっとこれは無理そう。はい、ということで今とりあえずデニムをかけられたかなというふうに思います。すごいことになってますよ皆さん。チラリズム。はい、ということでじゃあ早速皆さんに見ていただきましょう。3、2、1、じゃーん、こちらでございます。やばい、超可愛いんですけど、どうしましょう。みんなこんな感じでデニムラック完成いたしました。やばい、可愛すぎる。っていうか想像以上に私デニムありました。こんなにあると思わなくてちょっとびっくりしてる。こんなにあったんだと思って驚きですが、今全部で48個かな。ちょうどこの SG フック12個入りだったんですけど、これが4つなくなったので今48個あります。もうちょっとかけられるかなと思ったら意外ともう48個でパンパンな感じになりました。まあ、まだギュッて詰めればいけるはいけると思うんですけど、まあ、取り出す時とか大変になるのでこのぐらいがいいんじゃないかな。これでもちょっと多いぐらいかもしれないけど、こんな感じでできましたよ皆さん。ちょっと近くで見てもらおうか。じゃん、こんな感じでございます。やばい、これは本当にテンションが上がるやつだ。奥までずらずらずらっとあります。いや、これはテンション上がるでしょ。誰が見てもテンションが上がるでしょこれは。はい、ということでこんな感じでできました。嬉しい、お店みたい。デニム選ぶのめっちゃ楽しくなるな、これ。しかも畳んであるよりもやっぱ分かりやすい気がする。全体でこう見えるから、あ、これはあのデニムかみたいな感じで。タンスの方も3段ぐらいデニムで使われちゃってたので、そこがね今空いてる状態なので、そこにニットとか積み上がったやつたちを入れていきたいと思います。はい、ということで今回はまあこんな感じでデニムラックを作ってみました。結構想像通りな感じでうまくできましたね。今まで物置状態だったスペースをうまく活用できたんじゃないかなと思うので、なんかもし皆さんもデニムとかでちょっと待ってるっていう方がいればぜひやってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。